「カブカブパラダイスは」はハイミミ会員さんを募集中です詳しくは右上のバナーをクリッククリック はい。カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。447円下げましたね。で、前日のダウは反落していて368ドル安だったんですよね。で、急速な利上げ警戒というふうに書いてますけども、 パウエルさんがね、通常の2倍になる0.5%の大幅利上げを検討する方針を表明というようなことがあってですね、残念ながらですね、大きく売られてしまったということになりましたね。うん、で、日経もね、その流れを受けて、まあ、下がってきたということになったわけなんですけども、で、こちらのチャートを見るとですね、75日線のね、下のところにですね、また戻ってきてしまったんですよね。残念ながらね。うん。 で、もうね、あの、金利の話はもう結構ね、折り込んでたんじゃないのという気がね、すごくするんですけど、まあ、ただね、当初想定していたよりもですね、ちょっと早いということでね、残念ながらですね、まあ、下げているということみたいですけどもね、うん。で、まあ、とにかくね、この7513の,のところまで戻ってきてしまったんですが、まあ、それでもね、下品をつけてね、ちょっとはね、戻したので、そんなにね、 こう悲惨なチャートにはなっていませんので、まだまだね、こう下値をうまく切り上げながらですね、調整を少しずつしながら、上の方にね、少しずつこう向かってほしいというふうにね、思いますけどもね、頑張ってほしいと思います。続いて、グロース小足数ですけども、はい、グロースの小足数はですね、またまたね、大きく下げてしまいましたね。うん、本当ね、もう一直線で下げているので、どこがね、そこかね、全く今ね、つかめないと。 いうような状況になってしまっているわけなんですが、ということでね、マザードのチャートを見てみますけども、本当にですね、こう、ダラダラダラダ下げていてですね、で、前回のね、下値がね、この辺なんですよね、うん。で、この辺までね、目指しているのかと。<laughs> いうことがすごく気になりますけども、ここをね、下抜けしないでですね、上の方にね、なんとか跳ね返してですね、向かってほしいんですよね。ていうかですね、もうね、詐欺はね、今日で終わりにしてですね、月曜日からね、上の方にね、ドンと向かってほしいんですけども、まあ、ただね、個別にね、材料が出ている銘柄は、それなりにね、買われているのがね、いくつもあるので、まあ、そういうところをですね、うまくね、投資しながらね、やっていければいいかなというふうにね、思いますけどもね。はい。以上、慈愛関連でした。続いて、 テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、半導体関連なんですけども、はい、半導体関連ですね。今日はね、時代が良くなかったので、まあ、ほとんどの銘柄がね、下げたわけなんですけども、その中でもね、ディスコがですね、良かったですよね。今日3%上げてですね、陽線だったんですよね。うん。こちらはですね、なかなかのね、決算をね、出していたんですよね。 ということでですね、うまい具合にね、要線で3%上げたということになりましたね。なかなか頑張ったと思います。よかったと思います。続いて、EV 関連なんですけども、はい。EV 関連はですね、やはりね、半導体と同じ感じでですね、まあ、ほとんどの銘柄がね、下げてしまったということにはなったんですけども、でね、今、毎日気にしている松尾電機なんですけども、こちらはですね、3%下げたということになって、まあ、昨日上げた分のね、半分以上のね、部分が下がってしまったと。 いうことになってしまったんですが、まあ、それでもね、このチャートはね、全然死んでいないと思いますので、うまいことね、少しずつね、下値を切り上げながらですね、上の方にね、上がってほしいと思います。頑張ってください。続いて、ダブルスコープなんですけども、はい、ダブルスコープがですね、今日はね、1%上げてきましたね。うん、で、このチャートを見るとわかりのようにですね、ほんとね、いい感じでね、少しずつこう、上げ基調になっているんですよね。うん。 ということでですね、そろそろね、例の韓国のですね、上場の話がね、本当のところはね、定かではありませんが、ひょっとしたらね、そろそろなんかね、出るかなというようなね、期待感で、まあ、上げている感じはね、ありますけどもね。はい、どういう風になっていくかね、見ていきたいと思います。以上、EV 関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい、直近の IPO ね、 まずですね、このね、サークレ椅スがですね、どこまでね、下がってしまうかという話をね、昨日しましたけども、今日はですね、なんとか踏ん張ってね、陽線をつけて2、2%上げたということになりましたね。まあ、ここがですね、そこだったのかどうかというのはですね、来週見てみないとね、なんとももちろんわかりませんけども、こっからうまい具合にね、V 字回復するかどうかね、見ていきたいと思います。期待しています。頑張ってください。そして、セカンドサイトもですね、今日同じような感じでしたね。うん、一旦ね、下まで下がったんですが、そっから陽線でね、 まあ、プラス引けということになりましたけども、こちらも、ね、V 字回復するのかどうか、ね、見ていきたいと思います、頑張ってください、そしてですね昨日上場した、ね、古橋なんですけども、なんとです、ね、今日ね18%上げましたね、いやー、すごいな、うん、おめでとうございます、それで、ね、一時的にはです、ね、ストップ高まで、ね、買われたと。 いう時間帯もね、ありましてね。うん。ということでね、なかなかいい感じでね、今日はあげてくれたわけなんですけども、まあこちらの事業内容はね、昨日もお話をしていますけども、まあ木材とかのね、リサイクルとかね、そういった関連なんですよね。うん。 で、木材の価格がですね、ウッドショック以来ね、高止まりしているというようなこともあって、まあ、なかなかね、テーマ性としては面白いんじゃないかというような話をしたので、まあ、今日ね、どうなるか見ていたわけなんですけども、なかなかいい感じでね、上げてきたということで、良かったと思います。頑張ってください。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーですけども、まずはね、セルシードなんですが、 はい。セルシードですね。なんと今日ね、ストップだから弾きましたね。はい。おめでとうございます。うん。でね、これは何があったかというとですね、こちら。移植用軟骨再生シートに関する日本出願の特許査定についてのお知らせというものをね、出してきたんですよね。はい。おめでとうございます。うんで、これの内容がですね、組織再生培養細胞シートについての製造方法及びその利用方法と、 いうようなことなんですよね。うん。でね、会社からね、この正式な IR がね、出ましたけども、まあこの内容がね、特許のね、サイトにもうすでに出ていたので、まあそれでね、朝からね、ガンガン買われてきたということがね、ありましたけどもね。はい。 良かったと思います。それでですね、今ね、ただね、増資中なんですよね。うん。で、それについてのですね、講師のね、お知らせっていうのがね、今日の OB 検後に出て、まあ、ここまでね、減りましたということにはね、なりましたね。うん。まあ、少しずつね、行使しているということになっていますけども、はい、今後もね、どうなるかね、見ていきたいと思います。頑張ってほしいと思います。続いて、日立物流なんですけども、はい。 日立物流もですね、なんと今日ね、ストップ高だったんですが、こちらはですね、よらずのストップ高でしたね。はい、おめでとうございます。でね、こちらね、何があったかというと、こちら、日立がですね、日立物流を売却して、KKR が6000億円超で買収へという記事がね、出ていたんですよね。うーん。 で、これがですね、まあ、本当かどうかはね、今のところわかんないんですよね、わかんないんですけども、まあ、それでね、日立物流の方からは、まあ、いつものことですけども、まあ、当社に関する一部報道についてということで、朝ね、これを出していたんですけども、当社として発表したものではございませんと。 いうことなんですよね、うん、まあ、いつもね、こういう報道が出るとね、必ずね、こういう IR をね、出してきますけどもね、大体の会社がね、うん。まあ、それはいいとしてですね、他のね、ファンドとかとですね、まあ、買収合戦にね、発展するのかどうかというところなんですよね。うん で、今までもね、こんなケースでね、買収合戦になって、まあ実際ね、株価がね、ガンガン上がっていった例もあるし、まあそうならずにね、ぼく終わったケースもね、まあもちろんあるわけなんですけども、まあ今回はね、どんな風になるかということで、まあ今日はね、かなりの期待感を持ってですね、まあよらずのストップだかということになりましたので、ひょっとしたらね、どっかのファンドがですね、買いに来るのかなと。 いうこともね、あるかもしれないんですけども、それはもね、もちろんわかりませんが、はい、今後ね、どうなっていくか見ていきたいと思います。続いて、塩野木製薬なんですけども、はい、塩野木はですね、今日ね、1%あげましたね。はい、おめでとうございます。うん、ただですね、ちょっと陰性だったので、あんまりね、いい感じではなかったんですが、朝はね、もっとこう、買われていたわけなんですけども、これは何があったかというとですね、ブルームバウグがね、夜中に報じていましたけども、 塩野義の新型コロナ傾向薬、米国が購入を視野に交渉、関係者というようなね、記事がね、出ていたんですよね。でね、ここに書いてあるのが、アメリカ政府が購入を視野に同社と交渉を行っていると。で、事情に詳しい関係者が明らかにしたというふうに書いてあるんですけども、まあ、そのね、報道を受けてですね、アメリカ市場ではですね、塩野義のね、ADR が急騰して、一時ね、12%高となったと。 うん、いうことだったんですよね。うん。まあ、ADR はね、そんなにね、できたかないので、まあ12、12%とかね、まあ、言っても、まあ、日本の方ではね、そんなにいかないというようなことはね、多々ありますけども、まあ、それにしてもね、1%しかね、上がらないっていうのね、まあ、ちょっとね、寂しすぎたんじゃないかという気はね、しますけどもね。うん。まあ、特にね、地合いが悪かったので、こういうね、ディフェンシブ株にですね、もっとね、 資金がね、ね、来ててもももいいいいかなという,ふうにも、ね、思っていたんですけどもまあ、ちょっとですね、残念な結果にはなりましたが、まあ、それでもね、1%は上、あ、げましたけども、まあ、さっきのね、アメリカの話がですね今後どういうふうに、ね、展開していくかね見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて、ミクシーなんですけども、はい、ミクシーはですね、今日ね、1%ちょっと下げたんですが、今日のね、大引け護員ですね、なかなかのね、情報修正を出してきましたよね。前期計上62%情報修正と。 いうことで、従来予想のね、105億円の経常利益からですね、なんと170億円のですね、利益に61%情報修正ということだったんですよね。うん。まあまあね、良かったんじゃないですかね。うん。 でね、モンスターストライクっていうね、ゲームありますよね。うん。で、これがね、売り上げが結構ね、好調に推移したというようなことがあったということなので、なかなかね、良かったと思いますけどね。うん。これからもね、こう、ゲーム株全体をですね、こう、押し上げてくれるようにですね、ミクシーにはね、ガンガン頑張ってほしいと思うんですよね。はい。よろしくお願いいたします。以上、新ネタのコーナーでした。ついて、4月22日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、このサイバーステップなんですが、 はい。サイバーステップですね。なんと今日もね、ストップ高で弾けましたね。はい。おめでとうございます。いやーすごいな。うん。で、これでですね、3日連続のね、ストップ高ということになりましたね。いやーすごいな。うん。で、まあ、この話はですね、最初のね、ストップ高をつけた日にですね、まあ、紹介したわけなんですけども、そこからさらにね、2回ストップ高をつけているということにね。 なりましたので、この動画を見てですね、はっと思ってね、買われた方はね、ガンガン上げてきてね、まあなかなか良かったんじゃないかというふうにね、思うんですけどもね。うーん、こっからね、どんなふうに動いていくかね、見ていきたいと思いますけどもね。まあこちらですね、新しいね、ゲームが、まあなかなかね、良さげだというようなことでね、盛り上がっているわけなんですけども、はい。うん、ガンガンね、頑張ってほしいと思います。続いて、マナックなんですが、はい、マナックもですね、今日はね、8%ありましたね。 はい。おめでとうございます。でね、こちらはですね、この間ね、ワールドビジネスサテライトで、この海室リグニンっていうのがですね、紹介されたんですよね。うん。で、これがですね、何やるね、これからね、石油にとって変わるぐらいのね、ひょっとしたらね、すごいことになるのかな、というような <laughs>、まあ、感じの紹介がされたらしく、でね、まあ、これをね、扱っているようなところがですね、まあ、上場企業だと、まあ、マナックぐらいしかないだろうと。 いうようなことで、今ね、目をつけられて上がっているということかなというふうにはね、思いますけども、うん。まあ、それにしてもね、いい感じでね、ガンガン上げてきているんですが、ちょっとね、今日はね、上品をつけたので、まあ、週末ということもあってですね、なかなかね、そこまでね、強い会いにはなっていなかったんですけども、まあ、それでもですね、大引きマニアにはね、ぴょんと上がってきたというようなこともあって、まあ、これからね、また上にね、ガンガン行けるのか、一旦ね、少しお休みするのかね、まあ、見ていきたいと思います。 以上、4月22日の注目目ニュした。続いて、4月25日の注目。はい。セルシード。サイバーステップ。フラー日立物流。グローバルウェイ。マナック。東芝。サークレイス。セカンドサイト。ダブルスコープ。高取マイポックス。ミクシー。デナサイエンス。松尾電機。アスカネット。グノシー。 サンアセリスクインクルーシブメディアリンクスこの辺を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここで株価ブ,ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。